えー、電波人間中から、こんにちは、マぎエでございます。ということで、えー、っとね、まあ、あります。今、電波人間やってるから、電波人間のことしか話すことないかもしれなかったんですけども、一応ね、一応、ちょっと今日、コンパスニュースであったんで、ちょっとそれの方を話していこうと思います。まあ、そのままそのままだね、うん。もう、ツイッターのそのまま持ってきたんで、はい。 この辺はもう、もう一気に出たっていうのと、もう、明石コンプしたよっていうのと、呪いの島になったよとかいうのと、明石コンプしたよっていうのと、ババアにやってやったよっていうのと、それぐらいだから、もうこれをいいわ、うん、で、コンパスだね。ウェルプレが、なんと帰ってくるらしい。これいいね、これ。ウェルプレマジでよかったから、ちょっとね、コンパス甲子園とかいろいろあるけど、他にも僕スターバトルとかあったけど、ウェルプレが好きなんで、いや、これはね、嬉しいですね、はい。で、コンパスヒーローデザインコンテストということでね、 えまた新しく新キャラを募集ということでね、今回はね、女性キャラっていうのが、もう決められてるのでね、うん、だから決められてるから、その中でまたね、いろんな人が応募すると思うんで、それも楽しみですね、はい。僕もちょっとなんかね、ある意味妄想みたいな感じで言ってるだけならあるから、うん、何なんだろうね、って <laughs>。もう、あの、するだけなら自由なんで、はい。でね、これがね、これの、ねえっと、アダソンの、 小説がね、いよいよもうちょっとで発売だよーんっていうことで、それも楽しみですね。ちょっと買おうかなって迷ってるんで、今。うん。で、キフェスタね、の、なんかあの、グッズとかに出てくる新規イラストですね、これ。ちなみにですね、これ、はい。で、メグと勇者なんだよ。で、ちょっとここにね、右下左下、苦しいとかいたんだけど、ちょっとなくなっちゃった。で、ここにいたんだよね、ここに。もう。 ここに新キャラがね、シエット映ってたんだよ。いや、ラビーって,ているけどいた、いたんだよ、ちょっとだけ。いや、でもこれだ、だ、だ、みたいになって、まあ,あの、あの女は新キャラだったわけですが。で、あと、これだね。えー、っと、2個だね。え、機能回収。え、バト割リの。 えー、いろいろなやつが見やすくなるってことで、えっと、シーズンが、えー、ま、まだ来月ね、来月からブレドラシーズンなんですけど、それ参考で、で、ブレドラのシーズンですよっていうのと、今日のステージローテと、あと自分のランク、そして右上から、えー、っと、個人、個人のランキングとか、ギルドラのランキングとかもう見れるようになるらしくて、もうこれ、これいいですね、これとても。これね、すんごい、もう見やすくなったねで、とてもいいです。で、 これがね、えー、ヒーローから、えー、通知、だから今までチップ解析したよとかそういった、えー、通知が、えー、このキャラ仕様になるってことですね。これもね、結構明日からだね、も、ま、う、あ、あと数分でなると思うんですけれども、こちらも本楽しみなんで私も、えー、すぐに設定していこうよと思います。で、 あ、そうそう。これ、これさっきのやつの画像の続きだね。続きっていうか、うん、そう。ロール整理はないね。でえ、女性ヒーローがね、とりあえずあれなんで、まあ、今のうちになんかいろいろ案をね、考える、練る人がいると思いますが、えー、頑張ってみてくださいってことで、なんとかなんで、うん。で、デザコンのそうコスチュームの方ですね。はい。トマスのバスローブ。で、これなんだ、ジュズジュズおじって言ったらあれだけど、<laughs> なんかその、ね、なん、なんて言うんだろう、羽織って、 ん昔の人形感って感じするよね、ちょっと。で、え何がしくんのこの、なんて言うんだろう、あネクロマンサー感溢れるこのやつ、かっこいいね、これ。で、この、なんて言うんだろう、あの、あの、なんだっけ、お百度参りかじゃねえわ。なんだっけ、あの、三、あの、あらゆるあの、お寺を回るあの、お坊さんみたいな格好して、サーティンですよな。いや、浪人って言ったらいいのかな、これは。ね、これもかっこいいよね、とても。 なんで、この辺も多分実装がね、確か近かったんで、こちらも楽しみですね。はい。サーティンのやつ、特に使いたいかな。で、メダルがね、ほんと最近のね、あの、紙イベントのおかげでめちゃめちゃ溜まってるんで、それに使えるんでめちゃめちゃいいですね。で、これだよ。このいろいろスクショパンパンパンって撮った中で、はい。これだね。はい。ってことで、まあまあまあ、コラプス組んだね。うん。実装、ね、これ。 生放送見てた人ならあれかもしれないですけど、僕もね、まあ、じわじわ見てたって感じなんでよかったんだけど、いや、マジでね、コラプス、え一応、名前の方は、あの、ツイッターの方で、結そこそこ前に行ってて、で、なんなら、らそれもちろん僕だけじゃない、もう、あと、もう何人、何百人とかは多分、うん、あの、公言してないだけで多分予想してるとは何人もいるし、公言してる人もまあ何人か結構いたけど、 えっとこれでね、コラプスくんは一応名前としては当たったんでっていうのと、あと、昨日だね、ちょうど昨日でブラックホール使ってくれねえかなとか言ってたら、ブラックホール使ってくれたんで、これでもある意味合ってるんじゃないかなってちょっと嬉しくなりましたねってことで、えー、このキャラは、まあ、使うやつはちょっと出そうかなって思ったりはしてます。うん。まあ、雑だけどうん。 で、えー、アタッカーですね。はい。攻撃1.3、防御1.0と、体力0.9と。まあまあ、え、硬いのではって感じの方だよね。意外と。だからまあ、結構使いやすそうなんで。あとね、ブラックホールとか、もうかっこいい。普通に。普通にかっこいいし。あとね、HA、これ映ってないけど、HS がブラックホール、えー、前方に放って、まあ、持続ダメみたいな感じだね。あの、なんて言うんだろう。あの、アクセラの、あのー、なんて言うんだろう。 あのなんてプラズマあるじゃないですか。プラズマの、ちょっとあの、介護感って言ったらあれだけど、それっぽい感じで,で、アビリティがそのブラックホールだね。あらゆる HA でもブラックホールを生成するんだけど、それプラス、この HS でも、近距離カードの威力と、あと移動速度がアップするってことなんで、完全にね、我がものにしてますよねってことで。でこんな感じですね、いろいろね。ちょっと待って、エッシュの人ってこれ、このままそういう名前なのかなって思うんだけど、わかってないんだよね、この辺。この辺ちょっとね、 疎い <laughs> あ、俺もう疎いよ。疎いからやったねって感じ。分かる人は喜んでください。<laughs> マジでやばい。うん、で、えっ、ー、と、えー、これが一応、まあいろいろ。これだ、ね、ジェ s s i e ね。HS と、あとコスチュームだね、コスチューム。僕、これ好き。これ多分好きな人多分めちゃめちゃ多いと思うよね。やっぱ、赤白はいいんですよ、すごい。これか。 あ、違うもっこれとあと将来的に多分なんかあのハロウィン系が出ると思うんだよ。これハロウィンのやつめっちゃ良くなるんじゃねって思ってるからすごい楽しみですねこれね。でこれですね飼ってるのこいつがブラックホール出せるよみたいな感じなんでもともと何か慕ってた人がなんかしら力を封印ってかなんかいろいろあって弱くなっちゃった姿なのかなみたいになってたんで。 そこがちょっとね、まあ悲しいストーリーが、まあステリアお姉ちゃんに癒してもらいなさいって感じなんですけども、まあ明日、えー、まあ今日になりましたね。実装なんで、えー、楽しみに使っていこうと思います。えー、これですね、予想ですね。はい。もう、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 もう書いていく。もう。<laughs> で、これはもう、子供、もう、規制大好きやんって思ったけど、規制じゃない。全然規制じゃなかったけど、とりあえずブラックホールっていうのと、 これはプスは当たってたよっていうそれだけ公言させてもらってタイトルにもぶちかかせていただいてえ一気に倒させていただこうと思いますってことでえこの後コンパスの通知の設定をしてまいりますじゃあ終わりますありがとうございました。